Get ready for the next battle. おい、こんにちは、こんばんは、始めます。あれです。編集が追いついてないかな。クマはいつ出てきたんですかね。なんかアップデートの欄にクマはなかったんだけど、どこあったのかな。見てないだけで。そんなことはいいとして、ジャンプっていうか、仰向けからボーンってやってくるのはさばけないのかな。あんまりクマを使う人もいないんで、なんとも言えないですけど。いや、出かけたらさ、風邪ひいちゃってさ一日ちょっと外出ただけなのにね、すぐ風邪ひくんですよ。もうしょうがないね。まあ、ちょうどね、また寒い日でね、寒い日にだいたいね、出かけようかなって思うとね、遠出しするときはね、だいたい悪天候なんでね、ダメージがでかいですよね。あ、そうこの回からレボリューションは左向きになってます。はい、まあ、鉄拳7対策っていうかとして。ああ、でもどうかな、もしリーがまた出てくれば右向きになるかもしれないけど、カタリーナがね、左がスタートの方がすぐね、キャラ選択できるんでっていう理由だけですね。それにしても全然このゲームポイントばっかりたまらせてばっかりで、キャラクター更新されないですよね。もう二度と更新しないんですかね。ちなみに最後に出てきたのがジェイシーだったんだけど、次回でね、ちょっと使ってみました。当たったんですよね、昔。レオの次に当たったんだったかな、ジェイシーの次にレオだったかな使わないからさ、ずっとびっくりマークが出てるんですよね、新キャラマークが。それで、まあ、あまり魅力のあるキャラがアーロンの中にはいないなと思って、まあ、唯一ね、まあ、ジェイシーもしくはミシェルぐらいかなと。前ね、ミシェルは使ってたんだけど、すぐね、また使うのやめちゃってジェイシーはね、アールが好きなルチャリブレっていうね、好き勝手にやるプロレス技をいくつか持ってるんで、まあ、それで使ってみたんですけど、プロレス技は、まあ、あんまり使い勝手良くないよね。かっこいいんだけど、かっこいいし、俺も使うんだけどね、全然余裕で使って、余裕で浮かされるんだけど。出が早いわけじゃなく、遅いわけじゃないんだけど、ジャンプステータス付きとかね、あるし。あー、出が遅いかな。ドロップキックとかクロスチョップとか、まあ、今回のゲームでは使わないで、次回にね、回ってるんだけど。シャオユーは7人は出てきてるのかな。出てきている気がするな。レボリューションのギャラクティスクローが その後ストマックポリッシュで浮かせられるぐらい余裕があるんですよね。ということはどういうことなんだ。打った後の硬直が減ってるのかな。それともあれかな、ストマックポリッシュの浮きが
増えてるのか。タグ2だとできないコンボなんですよね。浮かす、あ、できなくはないのかな。ダメージの効率が悪いだけで、もしくは追いつかないとかあると思う。全然やらないからな。ギャラクティスクローの後は、これ何してるんだリズム。10連一発目かな。もうとにかくね、くしゃみが出ちゃってね、今まで全然出てなかったんだけど、昨日出かけて今日もうくしゃみばっかりですね。このタイミングで花粉が出てきたのか、それともやっぱ具合が悪いのか、ちょっとね、2、3週間前に空気清浄機を買ってすごい調子が良くてね、重宝してるんですけど、ねえ、もし花粉のせいだったらこの空気清浄機の是非を問うからね、ちょっと怖いところはある。あ、鼻の状態が良くなったかなと思って、あの実況取り出し、何喋り出したんだけどダメだな。まあ昔よくある、喋り出すとね、実況やり出すと具合が悪くなるっていうのがあるからね。問題はやっぱポールとかですかね。なんとか、そう、ここでね、コンボの練習をあれしたっていう話はしたかな。この壁が近くにあるとき、この体勢、この位置、この位置ですね。右でも左でもいいんだけど、壁が近くにあるときに、有効な技を触れることがまたね、リーでね、技が分かったんで、それを結構やれてる場面がこの動画内であるのかな。あのレボリューションじゃなくて、ね、あのタグ2の方でバウンドを絡めたやつだから、ここじゃちょっとできないんだけど、あ、まあできなくはないか。壁が左にあるときには、まあ、アグレッシブワンツーとか、で、アグレッシブワンツーだけかな？そうだね、それで叩きつけて、まあ、ダメージ取ることを狙っていくと。さらにね、結構強欲にね、狙っていく感じ。で、壁が右にあるときには、壁が右にあるときにはなんだ？あ、そうそう、俺がいつも使ってるあのダブルマズルカっていう技ですね。あれがその蹴っ飛ばした後の位置関係的に、フロントキックが当たってそこから浮いてまたバウンドに持っていけるんですよね。あのブルースの下段の拾う感じ、拾ってバウンドさせていくようなあの恐ろしい技、あれが壁近く限定、まあ、向きとかもあるんだけどね、限定で起きるんで、結構狙っていく機会はあのやってると多いみたいなんで、もう積極的にね
今以上に、昔以上にはダブルマズルカはどんどん狙っていってる技ですかね。動画では出してるのかな、1個ぐらい出ればいいんですけど。これはタグ2か、もうバウンドしてるもんね。あ、バウンドしてるっていうか曲が違うもんね。レボリューションはね、曲いじくったりとかはできないんで。ねえ、フォレストの人も、まあ、お遊び、もしくはお好きでね、やってる感じなんですけど。まあ、俺のお粗末なね、ラースだと、こんなもんですよ、本当に。ねえ、簡単な技しか振ってこないのにね、非常にこの奥した戦い、面白くない、美しくない。で、それに、よく当たるんですよね、それにさ。暴れ技として、でも、フォレストの方が強いですかね。暴れ技ですごく強いのは誰ですかね。アスカかな。アスカもしくはフォレストとか、まあ、マーシャルローとかもですかね。で、勝てなくて辛くて、リーを使ったら同じ人に当たっちゃいまして、ちょっと、あ、やばいかなと。ねえ、なんか勝てないからさ、疲れきゃでボコボコにしてやろうみたいに思われたら、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。ちょっとね、戸惑っちゃって。段位が違うから、多分当たらないだろうなって踏んでたら、すぐ当たっちゃってね、ああどうしようってね思いながらも、ちょっとまあやらせていただいたんですけど、しかしそれは、その技は当たる。俺もよく使ってるもんね、あの技。強いもんだって。特に俺みたいにね、リーみたいに右パンチで暴れるような人にはもううってつけのキャラじゃないですか。ローね、マーシャル、フォレスト問わず、嫉妬ストレート、ね、なんとかサマーとか、嫉妬ストレートなんとか、蹴り。強いよね、うん。もうあれ持ってるだけで俺はもう、使いたくなるよね。でもマーシャルアーツ、マーシャルアーツってさ、技の名前とかじゃないんですね。最近知ったけど、元ネタのね、このブルース・リーの、まあ、流派、自分でつけた流派なのかな、ジークンドーっていうものらしいんだけど、名前的にはだからマーシャルがアーツっていうものじゃないんでね。マーシャルアーツってただ武術家、武芸家って意味なんですよね。なんか日本語にすると。全然知らなかった。この戦い方をするんだったら、やっぱりでもね、リーが一番美しいよねっていう。宇宙力をね。うん。ヒールブースターじゃなくて、あ、ヒールブースターか。ヒールブースター一発止めだったら、反撃を受けないんで、横移動する技に加えてみようかなと思います。横移動すればね、っていうか、まあ、一発止めすれば反撃は受けないし、まあ、横移動で反撃食らったらしょうがないんだけど、まあ、ちょっと様子を見て、反撃とか割り込み、ヒールブースター二発目に割り込みを入れてこなければ、横移動でちょっと様子を見てもいいかなというとこですかね。少しずつ横移動の、あ、コメントね、ありがとうございます。もうちょっとね。あれ？でもあれは寝ながらの横移動って言ってたかな。あれ、どういうことなんですかね。横転受け身をしろってことなのかな。寝っぱなしにした後に。一応アグレッシブワンツーとダブルマズルカと、フロントキックかな。で、あとヒルブースター一発目と、あとビューティフルスパンク一発目ぐらいですかね。あ、あとダブルシグナル一発目もいいかな。うん。まあ、やろうと思えばね、リーは、いくらでも横移動しやすい
あ、腹パンもいいしね。うん、よく言うとしやすい技はね、揃ってると思うんで、多分本来はそういうキャラなんだと思うんだけどね。上手な人が言うに、リーを使うと、鉄拳上手になる、強くなるっていう話ですけど、きちんと使えばの話だからね。きっと相当基本的な技が揃ってるキャラなんでしょう。で、ね、下段に、思いっきり下段に頼れる技もないし、ほんとそういう横移動とかで、駆使していかないと、辛いキャラなのかな。まあしなくてなん、ね、横移動しなくてなんとかなるならなんとかなるでいいけどね。それですればするだけ多少でも有利だなと思う、うん、でね、まだ失敗するんですよ。横移動失敗ね、今のはジャンプしたのは。失敗しちゃったらどうしようかな。あ、そう、これだ、これ、まあ、こんな感じでね。うん。今、技間違えちゃったんだけど。あ、これ結構昔の動画ですね。あの場面でダブルマズルカを打てば、フロントキックで浮いて、そこからビューティフルスパンクでバウンドをさせる。もしくは今みたいに。アーマーキングが多分、背が高いから、変な風に入っちゃったけど、リーキック、スピニングハンマー、多分あれでも大丈夫かな。また YouTube にね、あの落ちてた動画をね、あの参考にさせていただいて、あれはね、ちょっと見つけたのはラッキーでしたね。まあ、昔も見た気がするんだけど。まあ、壁際の戦い方ちょっと相当ね、ダメージ取れるようになったと思うんだよね。あと壁正面ね、ダブルシグナル、まあアグレッシブ1-2でも今消えたのはあれだ、塩だね、ジンパチの。このどうもこの何録画ソフトだと点滅するやつ、点滅する技を打つと相手がね消えちゃうんだよね、録画上ね。通常プレイしてるときは きちんと見えてるからいいんだけど、消えても面白いね。でもそう、今みたいな感じで、まあ、ちょっと当てていくのを覚えたので、少なからず少なからずダメージは増えたかなと。でもし横移動がダメだったらね、暴れてもいいしね、さっき今みたいに。あー、くしゃみが辛くなってきたな。まだあと2000残ってるんですけど、大丈夫ですかね、俺の体力が持つのか。でそうやろうと思うね、横移動しようと思ったりすると相手が当たっちゃったりね、なかなかタイミングが合わない相手との。壁もね、多分ギリギリじゃないとで当たらないかな。壁が透けて見えてる状態でもない限りはなかなか難しいですかね。当たらないかもしれない。まあ壁際じゃないと意味をなさないような技でもないんで、どんどん振ってきゃいいんだけどさ。ラッキーですね、余裕でね、壁登り反転攻撃はうまくいかずに吹っ飛ばされていく始末。やっぱ一人の方が楽は楽だよね。交代する危険性がないからね。俺みたいな下手くそはすぐ吹っ飛ばされる。上手い人はね、上手なタイミングで変われるんだろうけど。あ、そうそうそう、さっきのジンパチの一
人が商談戦になってて、今度は師範代に上がりましたね。空手の師範代。最近ずんのやすさんは活躍してるんですかね。でも大体上に上がれば上がるほどね、こういうキャラクターの人がね、いっぱいいてさ、速攻で殺しにかかってくるんですぐね、怒っちゃうんだけど。もうあとはね、ファランが出てこないのを祈るだけだよね、対戦で。そういえば、鉄拳7だとなんか、ファランがファランじゃなくなったような話を聞きますけどね。なんかできなくなったんですかね。でも右構え左構えはあるだろうし、そんなに変わらなそうだけどね。まあ、使う人からしてみればもしかしたらね、なんか死活問題的なことがあるのかな。確かね、ファランがそのパワークラッシュ、右だか左足上げながらじゃないとパワークラッシュが出せないのだけど、コンボに持っていけるっていう。で、8割だかな、なんかすごいたくさん減らせるっていうの聞いたけど、ファランとは戦ったかな、対戦の時はまだやってないかな。まあ次ね、もう本稼働してるんでやることが、あっても俺あれかな、パスポート使わないから、そういう使わない人同士でしかやらないから何とも言えないかな。こういうなんかお遊びでやってるような人が、ファランとか使う人いるんですかね。お遊びでファランあんだけボコボコ使われたら困るんだけどね。でね、そうコメントね、ありがとうございます。あとは立ち途中技ですよね、反撃。フェンの技はね、多分左アッパーでもなんとかなるんだけど、遅すぎる。俺のコマンド入力が遅すぎるゆえのね、愚行なんで、まあおとなしくインフィニティキック使ってれば多分問題はなかったと思います。なんだったら別にさばいてもいいんだけどね。さばいて運んでコンボ打ってもいいし、まあそのままインフィニティで取ってもダメージそんなに変わらないんで。ああでもどうだな、フェンはとにかくよく壁でね、殴られて殴る蹴るを繰り返すキャラだから、あんまりインフィニティキックだとそこまでね進まないんでね、押し返せないんで、さばいて反撃してた方がいいかな。ダメージとかを度外して、ねえ、クロスストレートミストステップでどんどん運んでいけばいいかな。ご視聴ありがとうございましたって言っておきます。